どうも、ハイチーです。6月に今入りまして、6月っていうのは、特に受験生にとってはすごく大事な1ヶ月になります。ってなんでかっていうと、この1ヶ月めちゃくちゃモチベーション下がりやすいんですよ。やる気が落ちるっていう。で、これはですね、なんでかっていうと、まあ、4月、5月で続けてきて、まあ、気を張ってきたのが、ちょっとこう、人段落したくなる時期っていうのもあるし、あとは、後ろ、7月、8月に夏休みがあるんですよね。で、まあ、大体の子が部活が終わります。部活続けて、まあ、続くね、部活もあるけどさ。部活が終わって、部活がない夏休みなんて久々なわけですよ。1年生、2年生がっつりやってるから。ってことは、もうイメージしただけでも時間がめちゃくちゃありそうでしょ。部活ないし。だから、時間がいっぱいあるからさ、夏休みで頑張ればなんとかなるでしょって気持ちがどうしても芽生えるんですよね、自分の中で。で、そうすると、これは部活が続く子でも、夏休みっていう時間ができるじゃん、そこで頑張ればいいじゃん、後でやればいいじゃんっていう気持ちがやっぱ出てきてしまうので、これね、6月、まあ、多少サボっても大丈夫でしょってになっちゃうんですよね。まあ、気持ちね、これわかるんですけど、これね、ここで踏ん張るか、その、なんとかなるっしょっていう気持ちに流されるかによって、だいぶ変わります。その後が。で、なんでかっていうと、まあ、事実として時間はできるんですよ。夏休みにできるんですけど、時間ができるのは周りも一緒なんですよね。同じ条件なわけ。ってことは、当然同じ条件でやっていくから、早く始めた方がプラスになるのは当然じゃないですか。だから早く始めた方がいいと。で、もう一個は、じゃあ今ね、その、まあ、時間、まあ、あるしな。動かす。まあ、ちょっと、いいじゃん。休もうぜ、みたいな。で、休むじゃないですか。で、じゃあ7月の中旬になって夏休み始まりましたと。時間できますよね。で、そこでじゃあ、パッてスイッチ切り替わるかっていうと、切り替わんないわけですよ。で、なんでかっていうと、まあ、7月ね、7月の自分としては、まあ、8月まであるしさ、7月の、まあ、10日ぐらい、20日から10日間ぐらいは、ちょっと遊ぼうぜ、つって。8月頑張れ、俺、みたいな。で、やるじゃん。で、遊びましたと。8月入りますよね。8月入ると、まあ、前半はまだ後半があるじゃんって言って、どんどん後回しになっていくわけですよ。で、夏休み終わった時に、やっべー、やんなかったわ。オッケー、待て。もうしょうがない。終わったことはしょうがないから、じゃあ9月になったら頑張るぞ。って言って、気持ちを入れるわけですよ。じゃあ、最初の2、3日頑張るんですよ、9月。学校始まってね、頑張るんですけど、夏休みって、まあ、当然学校が止まってますよね。学校がない時期から学校が始まりますよね。学校が始まっただけで、それだけでも十分体力的にも精神的にもストレスかかるんですよ。それは学校が楽しかったとしても。疲れるから当然、部活がなくてもね。で、その頑張ろうと思ってるんだけど、もう疲れちゃって学校帰ってくるでしょ？そこで、その夏休みの分を取り戻すのでも無理なわけ。で、2、3日頑張るんだけど、もう疲れてきちゃって、あー疲れたーっていう。で、ちょっと休もうかなーっていう感じになって、9月の前半そう過ごすわけですよ。で、後半ぐらいから何を思うって、冬休みあるしなって今度思うんだよね。どんどん後回ししていく。そのやんなきゃいけないことを。ってなっちゃうんで、この、まあ、6月ってね、一番今話した中で一番スイッチが切りにくい。あと切り替えにくい。だってまだ時間あるもん。この夏休みが、この夏休みっていうね、このね、気持ち、精神的余裕をね、醸し出してるこいつがいるから、一番切り替えにくいんですけど、じゃあ逆に考えたら、一番切り替えにくい6月に踏ん張れたら、あと絶対踏ん張れるから。余裕だもん、6月踏ん張れれば。で、6月に流れを作って、で、7月に入っていく、その勉強ペースね。何をすればいいかって、勉強習慣をつければいいの、6月に。で、まあ、いつも言うように、その、2時間3時間ね、今まで0だった子が2時間3時間やれって言ってるわけじゃないの。今まで30分だった子が5時間に増やせと言ってるわけじゃないの。まず0だった子は1でいいから、0から1に変えてあげる。つまり、1日1問、1日10分で構わないから、絶対毎日勉強すんだっていうその習慣をつける。で、今までじゃ30分やってた子は2倍に増やそう。まず1時間から。ちょっとの変化で構わないから、少し増やしていくっていう。で、その量に関しては比べなくていいから、周りはあんだけやってるのでそこまで気にしなくていい。ひとまず、毎日勉強するんだっていう勉強習慣を6月つけるんだっていうことを、これをね、やってください。で、この勉強習慣、習慣を作るっていうのはすごい武器になります。逆に、習慣を作るっていうのは時間がかかるんですぐできないんですよ。7月入ってから勉強習慣つけるぞってなかなかつけらんない。逆に夏休み入る前に習慣がつけれれば、そのやる量を変えるだけだから、勉強習慣はできてるからさ、地盤ができてるんで、あとはやる量、自分のね、やんなきゃいけない量と気持ちと相談しながらやっていけばいい。こう波をつけながらね、っていう風にできますんで、この6月ね、本当にちょっとね、頑張ってほしい。これ6月頑張ったら本当に、あともう本当ばっかり言ってるけど、後で楽になるんで、ぜひね、そのまず勉強習慣をつけるっていうところを今月ね、意識してやってもらえたらと思います。